はい、ここね、大洞川の吊り橋っていうのがこの先にありまして、あちらですね、あれが大洞川の吊り橋なんですけども、皆さんご存知だと思います。恐怖の現場っていうね、稲川淳二さんの、心霊スポット突撃シリーズ、あちらで秩父湖の吊り橋と言われてるやつがこちらになります。滑っそう。前行った時もそうだけど、ここめちゃくちゃ怖いんだよな。前もこれ夜行ったな、よく行ったな、よく考えたら。これは危ないな、確かライトついてる、ついてない。めちゃこの砂利加減がやばいよね。まあなんとかいけるな、これでなんとかいけそう。はい、これでね降りていけますね。こっちを使えやね、いいんだけどね。はい、落石注意とね、看板、新しいのが秩父市って付けられてますね。昔はなかったな。昔っていうか、この間もう何年も前だね、来た時にはなかったから、それ以降ですね。こうやってみたら思ったより水面も近いんだな。落石注意、はい、気をつけてね進んでいきたいと思いますけども、前はこんな道を夜歩いてたからね、頭おかしいよね。何年前だかもう覚えてないけど、結構前。大洞川の吊り橋っていうね名前の橋なんですけども、ほんとね、よく稲川淳二さんのやつで秩父湖の吊り橋って言ったら、こっちじゃなくてもっと北の方に一個ね有名な吊り橋があるんですけど、そっちだって言われてるんですけど、実はこっちなんですよね。あ、人だ、はあ、前からこんなところで人とすれ違うと。大学のなんかがあって騒いでます。お、ああそうそうそう、ここがね、前来た時は真っ暗な中、ここがもう崩れてたから怖ーってなってたんですけど、明るかったら全然いけますね。一番危ないのは何だったら最初の降りてくるところですかね。はい、落石注意となってまして、見えてますね吊り橋が。もうちょっと近くで、うわ、ここが危ないな。これはさすがにちょっと危ないね。滑りそうで、そこが怖い、そこが、ここが怖い、ここが。はい、渡りきって、はい、こちらが、大洞川の大洞川吊り橋と言われているね吊り橋になりますね。ここ自殺の名所と言われている場所で、稲川さんがあの女の霊がいるとか言ってたところがここなんですよね。もう一個北の方にある秩父湖の吊り橋って言われてるんですけど、これじゃなくてこっちがそうです。お、人が
人がちょうどやってきてます。騒いでた子らが来てる。往診雑雑人の霊が出ると言われている場所ですね。昼間来たらこんな感じで、まあ吊り橋なんでそれなりに揺れますけど、思ったよりはしっかりしてる。一応秩父の吊り橋って一番古いらしいですね。でこの先がもう行き止まりになってるんですよね。どっちにも行けなくなってて、昔は登山道かなんかあったんだっけな。左側がなんか行けて、右もそれこそ秩父湖の南岸の方を回って行けたらしいんですけど、今はもう行けなくなってるはずですね。あの向こうの出たところの看板にその辺多分書いてるんじゃないかな。まあ前の段階でそうだったから、何年か前の段階で、もう今になったらもう確実にそういう状態でしょうね。あの右手側に書いてるかな。違う、あれポイ捨て禁止か。ああ、書いてるのも特に何もなくなっちゃってる。あそこはそう、全面通行止めになってんだ。左側は行けるのか、行けるのかって言っても行かないけどね、このとこね。そこ危な怖っ、そこ。昔はこの橋を渡ってこっちに行ってバス停あったけど、今はもうあんな感じで通行止めだということで行けない。ここね、2018年にも橋から飛び降りた人がいたみたいな話があるようですね。大学生と専門学生の遺体があって、近くに大学生母名義の車があったと。それを釣りに来てた男性が、釣り橋の下の代わりに人が落下して動かないって通報したっていうことがあったらしいです。23歳と22歳の男子学生が落ちてたと。で、柵に乗り越えたと見られる跡が残ってた。じゃあちょっとなんかひしゃげてるんですかね。まあ、稲川さんがここでね、女の霊がってなってた、嘘つきで結構な場所ってそんな恐怖の現場っていうねシリーズの場所ですけどね、戻っていきましょうか。この辺が相変わらず通りづらいんだよな。これは昔からだな。はい、大洞川の吊り橋戻ってきました。多分道の方が怖いですね、ここよりは。橋よりは、個人的には。はい、大洞橋っていう風にね言うのは正式名称っぽいですけどね、書かれてますから。はい、そんな感じで、大洞川の吊り橋という地ですこと見てきました。